岸田総理の今回の訪米は経済分野も含めて非常に安全保障の色彩の濃いものとなっています米軍と自衛隊の総合運用性強化のためそれぞれの指揮統制枠組みを向上させることを含め 安全保障防衛協力の強化で一致をいたしましま中国を巡る諸課題への対応にあたり引き続き日米で緊密に連携していくことで一致をいたしましたその一方で岸田総理は中国との対話を継続し共通の課題では協力すると強調しましたまたバイデン大統領は 岸田総理が意欲を示す金正恩総書記との日朝首脳会談について対話を模索することはいいことで前向きなことだと理解を示しました。